円錐形なので比較の対象としてこのハリオの V60 写してますけれども、また結構みずみずしさがあるので。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような情報や知識を発信するチャンネルとなっております。今回ご紹介するのはこちらのドリッパーです。キーコーヒーが出しているノイクリスタルドリッパーをレビューしていきたいと思います。このキーコーヒーさん、日本のコーヒーメーカーの中でもかなり老舗で大手のコーヒーメーカーさんですね。創業は大正からということで、もうかなり昔からのコーヒーメーカーですが、そこのメーカーさんが出しているドリッパーです。よくこのキーコーヒーさんのマーク見たことあるかなと思います。スーパーとか、あとは結構関東の方だと喫茶店でこのキーコーヒーの豆を扱ってて、看板がもうキーコーヒーのマークが出てるっていうところもよく見かけると思います。でそのキーコーヒーの中でも抽出器具のデザインにこだわったもので、ノイというこのシリーズ、今回のこのクリスタルドリッパーもそうですが、このノイというシリーズですね。ドリッパーとサーバーと、あとはドリップポット、この3種類ノイというシリーズで出ていますが、その中の一つがこのドリッパーという感じです。デザインかなり個性的ですけれども、その中の一つのクリスタルドリッパー、どういう特徴でハリオの V60 と比べてどう味わいが変わってくるのか検証していきたいと思います。それではやっていきましょう。それでは見ていきましょう。こちらが箱に入った状態ですが、中を開けるとドリッパーと、あとはメジャースプーンが中に入っています。こちらですね。あとはちょうど 10g のメジャースプーンですね。これはニフコーヒーでもよく使っているカリタの 10g のものともう容積全く一緒ですね。このクリスタルドリッパーの開発者とコーヒー YouTuber の岩崎泰三さんがインタビューしている動画があります。でそちらをご覧いただくと、これの開発費はクリスタルの突起が1周で24個ついてるんですよとか、なんでその24個になったんですかなど、いろんなこの開発にあたってのこだわり部分とか、その背景っていうのが解説されてましたので、合わせてご覧いただくと面白いと思います。でこのクリスタルドリッパーなんですが、サイズは4人用サイズのこの大きいサイズしかありません。例えばこのニフコーヒーでよく使っている1人から2人用の円錐形のドリッパー、これハリオの V60 の小さい方ですが、このサイズはクリスタルドリッパーは作られてないそうです。クリスタルドリッパーがあるのはこの4人用のドリッパーということで、小さいのを希望している方はその選択肢はないよっていうのはご注意ください。で価格は Amazon でだいたい600円ぐらいで購入できました。そんなに値段は高くなくて安価な設定だなと思います。で、これの最大の特徴というのはやはりこのデザインの部分ですよね。溝のことをドリッパーではリブと呼んでいますが、リブがこの本当に宝石のような感じで入ってて、上から見ても横から見てもすごいキラキラとした感じですね。いろんなところに光が反射するので、本当にクリスタルとかダイヤモンドみたいな見た目のすごいゴージャスなデザインのドリッパーに仕上がってます。円錐形なので比較の対象としてこのハリオの V60 写してますけれども、こちらのハリオの V60 一番底の穴がこれぐらい開いていますが、こちらのクリスタルドリッパー、こっちの方は穴は結構小さいですね、円錐形の中では。これと、あとはこのリブの入り方、これによってコーヒーの抽出の速度とか落ち方、味わいというのがどう変わっていくのかが一番気になるところなので、早速コーヒーを入れて確認していきましょう。それでは抽出準備を進めていきます。いつも通りの入れ方と同じですね。円錐形なのでペーパーをこちら圧着している部分を折り曲げて、それで広げてドリッパーにはめていきます。今回使用する豆はこちらのニフコーヒーの普通を使っていきます。焙煎度合いはシティローストで、産地は今は東ティモールのレテフォホで採れたコーヒー豆を使用していきます。とても飲みやすいタイプのコーヒーですね。すごく綺麗な透き通った味わいがするのと、程よい甘さと酸味があるコーヒーです。今回抽出するレシピはこちらですね。スプーン 2.8 杯、グラムにしてだいたい 28g ぐらいですね。28g で 400cc 抽出していきます。使うミルはこの、いつも通りですけれども、タイムウーマーの C2MAX、 こちらで22クリックの長さで引いていきます。はい、ではこちら粉に引いて準備ができました。どちらも粉の量は同じですね。それでは抽出していきます。抽出は温度は93度ぐらいですね。では蒸らしをして、その後は数回に分けてお湯を注いでいきます。普段このニフコーヒーチャンネルだと1杯分入れることが多いんですけれども、今回 400cc 抽出なので、お湯を注ぐペース結構早くしないと抽出時間かなり長くなってしまいますので、普段1杯分入れてる方でしたら、こういう4杯分とか入れるとき、400cc とか抽出するときは、どんどんお湯をかけていくっていう意識をしていただくと、きつい味にならなくて美味しく入ると思います。入れてる感覚としては、クリスタルドリッパーも V60 も落ちの速さそんなに大きな差はなさそうな気はしますね。ちゃんと落ちづらいっていうこともないですし、落ちが早すぎるということもないですね。結構似ている印象です。100cc ぐらいですね。はい、クリスタルドリッパーは抽出完了です。で、ハリオの方もおしまいですね。はい、完成しました。このサーバーだと400ぴったり入るぐらいの容量ですね。それではこちらの入ったコーヒー、早速飲み比べていきたいと思います。それではコーヒーが入りましたので飲み比べていきます。まずはいつものハリオの V60 の方からですね。いただきます。非常にクリーンな味わいで甘みがあって美味しいですね。コクはそんな強くないんですよ、この冷やしてもらうのコーヒーって。一方でその酸味と甘みっていうのがしっかりとあります。で特にその酸味の質感っていうのもすごい爽やかな感じっていうのと、あと結構みずみずしさがあるので、なんかちょうど最近暖かくなってきましたけれども、本当に春を思わせるようなそういう味わいですね。どの東ティモールのコーヒーも美味しいっていうわけではなくて、やはりこの東ティモールの中でもいくつかサンプル集めて、その中でもすごい美味しいのだけ取り扱ってるっていうのがありますので、本当にいい東ティモールってこのみずみずしさと甘さ、そして綺麗な味わいっていうのが揃ってるって感じですね。ではクリスタルドリッパー飲んでみましょう。そんなに差はないですね。こっちも美味しいです。お湯をかけてから落ちきるまで、またそのお湯が落ちていく過程っていう抽出時間の速さっていうのはそれほど変わらないですし、壁にペーパーがしっかりくっついて、それである程度リブが入っているっていうことで、味の出方の条件ってそんなに大きく変わらなかったなって思いました。やっぱりコーヒーの抽出において一番大事なのって抽出時間っていうのが一番大きいですね。もう同じペーパー使って同じ粉の粗さで同じコーヒー豆使ってってやると、もう違う条件って言ったら最終的な抽出される時の抽出時間全部の過程プラスその最終的な抽出時間で大きく味わい変わってくるので、そういう意味で言うと今回のこの粗さとこのドリッパーという条件だと、V60 とクリスタルドリッパーそんなに差はないかなと思います。一緒ですね。皆さん、今回のこのクリスタルドリッパーいかがでしたでしょうか。 V60 との違いに関しては、抽出する時に関しては、我々コーヒーの粗さ中挽きで引くのをおすすめしてますので、中挽きで引いた場合だとそんなに差は出ませんでした。というか違いが分かりませんでした。で、どういう人にこのクリスタルドリッパーを向くかっていう感じですが、まずコーヒーを入れるとしてはすごく美味しく入ります。V60 と一緒なのでもう十分美味しく入れられるドリッパーだと思います。あとはもうデザインですね。このキラキラした感じ、このキラキラしたこのゴージャス感、このデザインがお好みでしたらもうこのクリスタルドリッパーはいいと思います。お値段も Amazon で600円ということで非常に手頃だと思います。使い勝手もポリカーボネート、樹脂でできてますので取り扱いもいいですね。サイズがやはりこの大きいサイズしかないっていうのは一つ懸念点かなと思います。普段1人分だけ入れますよって方でしたら、これで入れることもできなくはないんですけど、粉の入る位置ってもうほんとちょっと入れてもこれぐらいしか粉入らないので、1人分入れようとしたら、なのでやっぱり1人分入れるんでしたらこの1人から2人用と呼ばれる一回り小さいドリッパーを使ってあげるのがいいと思います。その時にクリスタルドリッパーだと1人から2人用ありませんので選択肢から外れてしまうのかなという感じですね。樹脂のドリッパーでこの値段で出せるのはさすがに大手の強みかなと思ったりしますね。最初にお話ししてたここの下の穴の大きさがちょっと小さいっていうところですけれども、そこに関してはなんかそんなにネガティブな部分でもポジティブな部分でもなく、あんまり影響ないなっていうのが個人的な感想です。実際抽出時間変わらなかったですしね。それでは今回は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとかニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、是非グッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録やご質問や動画のリクエストなどありましたらコメント欄へいただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。